とめうち講座、どうも、かなこです。はい、今日はね、とめうち講座、お話ししていきたいなと思います。あ、右打ち中のとめうちね。はい。前回か前々回に、ひねり打ちの講座をあげたんですけど、はい。で、このね、右打ち中のとめうちね。はい。まあ、前回か前々回のひねり打ちと、1ヶ月ぐらい前かな、にあげた、通常時の打ち方ね。通常時の打ち方。この2本と、今回お話しする右打ち中の止め打ち、はい、これを覚えればもう技術面的にはもうほぼもう OK っていうかね、もうこれでもういざ戦場、パチンコ屋という戦場にね、いざ行けるぞっていう状態にほぼなると言っていいと思います。はい、なので技術面ね、この3つ、今日入れて3つをぜひねマスターして、はい、お店に行って打っていただけたらなと思います。はい。で、まあ僕はですね、やっぱり勝つことが楽しいんでね、はい、やっぱ勝つ、負けてだったら果たして、まあパチンコ好きですけど、こんなにパチンコ好きになれたかなっていうのがあるので、はい、ぜひこちらも覚えていただいて、勝って楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日の目次いきます。はい、まあ止め打ちとは、右打ちの止め打ちとはという説明からさせていただきます。はい。で、効果ですね。はい。で、これまあ、またいつもの余談なんですけど、かなこと止め打ちの歴史ですね。はい。で、種類。止め打ちの種類と練習順。こういう風に練習していったらいいんじゃないのっていう提案をさせていただいて、最後にちょっと水ですけど、注意点とまとめを書きました。はい。そんな流れでお話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい。まずね、右打ち中の止め打ちとは、これ何かっていうとですね、まあ、右打ちってまあ、電サポ中ですね、正確には。まあ、海とかね、左打つ機種もあるので、はい。まあ、通常時とは違って、まあ、右に打ったりとかしますよね、当たったりとかして。はい。で、まあ、電柱とか、まあ、ベロとか、そういうところが開くわけですけど、まあ、本当にこれ初心者向けに今言ってますよ、初心者向けに。はい。その、ベロとか、まあ、電柱が開くのって、まあ、めちゃくちゃランダムのもありますけど、規則正しく、ちゃんと、開いてる台が多いんですよね。はい。なのでその開くタイミングに合わせて打って、まあ、増やそうぜとか、あとはなるべく玉減りを減らしていこうぜとか、はい、そういう意味です。はい、よろしいでしょうか。はい、ですね。で、まあ、このまま下にスライドしていくんですけど、じゃあ効果どれくらいあるかっていうと、これは台によって違います。はい。台によって、まあ、弾が増える台もあれば、まあ、減っちゃうんだけど、なるべく減らさないようにできる台もあれば、はい。まあ、頑張っても、どうしても減っちゃう台とかというのがあって、なんとも効果は言えないですね。はい。ただ、まあ、言えるのは、まあ、正直ね、昔はね、増やせる台が多かったんですよね。はい。まあ、銭形、まあ、次の話になってきちゃいますね。はい。まあね、銭形とか、まあ、リングとか、結構増やせる台があってね、それがすごい楽しかったんですよね。うん。ただね、今はね、まあ、そこまで増やせる台が減っていきてはいます。はい。ただね、これ覚えてやるとやらないかで、全然違うので、はい。で、ちゃんとしたプロで勝ってるっていう人で、これ、富内は絶対しないよっていう、主義の人はいないです。もう、いただプロと言えを呼べるのかと、はい、いうふうに僕は思ってますね。まあ、僕の価値観ですけど。はい、なので、止め打ち、電柱のに合わせてやるっていうのは絶対やるべきだというふうに思います。はい。まあ、ちょっと話入っちゃったんですけども、カナコと止め打ちの歴史。はい。まあ、これちょっとね、みんな余談ではあるんですけど、この完全に余談です。はい。ということで、はい、次ですね。まあ、いろいろね、まあ、台によってね、電柱の動きが違うわけですよ。はい、違うんですけど、じゃあ、まあ、初めて打つ人とかが、どういう順番で練習したらいいのか、っていうのと、あと、まあ、こういう種類ありますよねっていうのね、はい、いくつか用意しましたので、はい、それに沿って練習していただければ、まあ、もう、止め打ちマスターになれるんじゃないかな、というふうに思います。はい、行きます。もう抜けちゃいますね、全部。ちょっと薄くなってますけど、まず最初、インターバル止めね。インターバル止め。もう簡単です。もう3個打って止めて、3個打って止めてとか、電柱ね。
なんだろうね、まあまあまあ3個打って止めてるか、開いたら一発とか、はい、一発開いたら一発、開いたら一発みたいな繰り返すみたいなね、はい、そういう台から覚えていけばいいんじゃないかなというふうに思います。あ、今日 何種類か取ってるんでね、はい、何種類かお届けします。ちなみにこれどういう台があるか、インターバル止めね、白ケージっていうんですかね、あれ、漆黒とかの1個前のケージ、わかります？初代をリメイクしたやつですね、はい、白ケージの、まあ、アマデジと、まあ、319とありますけど、白ケージとか、あと最近のね、まあ、ゴジラ、新ゴジラとかも、これがインターバル止めです。はい、なのでまず一番最初はこちらから練習していただけたらいいかなと僕は思います。はい、よろしいでしょうか。あ、そうだ、シンゴジラは今日撮ってるんでね、うん、じゃあ見てもらいましょうかね。まずこんな感じですっていうのを見ていただきたいと思います。はい、どうぞ。はい、まずはシンゴジラの止め位置をお話ししていきたいなと思います。まずは打ちっぱなしでスルーに通します。スルー通すまで打ちっぱなしでスルーに取ったら止めますね。はい、ちなみにこちらアマデジバージョンですね。はい、でもう簡単です。閉じたら1個を繰り返すだけです。はい、で上にポッケがあるのでそこに入ると3個昇級がもらえます。なので、まあ、今入りましたね。入れば増えると、だから絶対に今1個ずつ打って落とさないように打っていけば、まあ、弾増えていくという感じですね。まあ、1回転あたり1個くらい増えたかな。はい、なので駆け抜けたら結構増えるというですね、簡単なやり方なのにしかも増えるというね、はい、最高ですね。はい、今入りましたね。閉じたら1個を繰り返します。はい、まあ簡単ではあるんですけど、まあ、僕個人的にはあのケージのね、雲の彼方に X の方が閉じたじゃなくて逆なんですよ。開いたら2個なんですよね。はい、なのでまあそっちを打ち慣れてる人はちょっとね、あのタイミングをね、いろいろね、こんがらがっちゃうということはありますけどね。はい。まあ、基本的にはこれが一番簡単なパターンなので、まずこちらの台で覚えてもらえたらいいかなと思います。はい。閉じたら1個。もうこれを繰り返すだけです。はい。もう増えるし、しかもね、今みたいに上に入れば、うん、増えると。はい。最高のいい台だと思います。はい。しかも、ひねり打ちも効くしと。なんて話したら全回転が来ましたけど、まあそんな感じですね。はい、いいですね。はい、1個、そしたら1個、はい、繰り返すだけです。そしたら1個、はい、はい、でも開かないなと思ったら止める。はい、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、まあシンゴジラのね、はい、止め位置見ていただきました。はい、続きまして練習したら何がいいかっていうのを、2パターンのインターバル止め。はい、まあ昔はね結構1パターンばっかりだったんですけど、最近2パターンとか3パターンとかが増えてますよね。はい、で2パターンのインターバルで、これどういう台あるかな、ちょっと待ってくださいね。あのね、あ、まあ 3R2 の海のね、ちょっとあんまり思い出せないや、地中海とかですね。はい、これまあ正確にはね、セグ的には3パターンなんですよ。うん、で、まあ、もうほんとね、3パターンが正確ではあるんですけど、まあ、ほぼね、同じなんですよね、動きが。左下と、右上と右下。左下と、右上、右下。ですね。セグを見て、インターバル止めをしていきます。はい。まあ、ほぼ同じなので、こんな感じですね。まあ、2パターンのインターバル止めと思ってもらっていいんじゃないかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はい、2パターンのインターバル止めは、まあ、3R2 と、地中海と、思ってもらえばいいかなと思います。あと、まあ、たくさんあるんですけどね。ちょっと思い出しやすすぎません。はい。まあ、で、これが大体、まあ、初心者向けですね。まず、こちらから覚えていただければなと思います。初心者向けだと思いますね。はい。まあ、ちょっとここ難しくなっちゃいますけどね。一気に。はい。で、続きまして、覚えていただきたいのが、2パターンの単発止め。はい。まあ、これ何かって、あのパチンコ好きな人は分かるかもしれないですね。はい、まあ、これ無双とかですね、無双とか、蒼天の剣のね1個前のやつ、なんだっけ、蒼天の剣の1個前のやつ、まあ、同じ動きですね、あの319と、
はい、ちなみに319とアマデジは、あの、無双はね、パターンが違うので気をつけたらいけないですね。はい。これ、無双は取ったんで、まあ一応見てもらいましょうかね。はい。無双、こんな感じですね。はい。見ていただければと思います。どうぞ。はい、続きまして、2パターンの代表で無双を取ってます。無双、319パターンですね。319パターンが、セグを2パターン見といて、ここ、わかりますかね、右下にあるところなんですけど、これ右光ったら今左に塗りました。で、6回パターンですね。で、右だったら5回パターンで単発打ちで合わせていきます。はい。で、1回目と3回目と4回目が、少し長めのインターバルなんですよね。はい。まあ、それちょっと覚えていくの大変だと思うので、まあ、基本的にはまあ、右が5回、左が6回っていうのを覚えていけばまあいいかなと僕は思ってます。はい。で、あとは注意しなきゃいけないのは5個、入ったらもう閉じちゃうと、強制終了になっちゃうという感じですね。はい、そこを覚えてぐらいですね。あとまあこれ絶対にへそが残ってたら消化させたらもったいないので、そういう場合はまあ臨機応変に打ちっぱなしに変えたりとかしていきますね。ちょっと数を数えてみましょうかね。今6回開放中ですね。でこれはまあ基本的には増えるんで、まあ、増えないでやりますけど、増える場合はもうひたすらやり続ける。12,3,4,5 って感じですね。もうポッキーに入れば増えていくという感じです。これも右開放。1,2,3,4,5 と。1、右ですね。右ばっかり。という感じで繰り返していくという感じです。はい。今、左だから6回開放で合わせると。まあ、そういう感じですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、無双の止め打ち見ていただきました。はい。続きましてですね、簡単3パターン止めですね。はい。これ、まあ何かっていうと、概で言うと、まあ漆黒とか、あと、弾丸論破とかは、簡単な3パターン止めです。はい。で、これはどうしようかな。漆黒が、1年ぐらい前に、まあ、漆黒の完全攻略みたいな動画を上げてますので、そこで止め打ちのやり方と、前回お話したねひねり打ちですね、動画も合わせて説明してますので、はい、そちらよかったら、まあ、概要欄これね、これ概要欄に貼っておきますので、そっち見ていただけたらなと思います。はい、よろしいでしょうか。はい。で、まあ、このやつがだんだん、まあ、中級者向けですね。中級者ね、だんだん下に来ます。だんだん下に難しさがね。はい。順番に覚えていっていただけたらなと思ってます。はい。なので、今のところ、まあ、取ったのが、シンボジだね。一応、地中が取ったけど、まあ、はい。いや、ちょっと待ってみて、無双ね。無双見ていただきました。はい。あと、まあ、四国は他の動画でちょっと見ていただけたらなと思います。はい。続きまして、ひねりを加えるインターバル止め。はい。これ何かっていうと、台で言うと、リングですね。リングのあのね、U タイムがついてる台じゃなくて、その2個前かな。1個前か 2個前。あの、運命の日っていう台なんですけど、はい。それのリングとか、あと、ガラスの仮面とかは、まあ、タイミング的にですね、弱強強で入れる方がいいんですよ。はい。なので、弱強強で打つ。もうかなりね、細かくやるし、大変なんですよね。よく検証になるみたいな感じで言うプロの方もね。います。はい。ただね、これね、増えます。まあ、増えますね。はい。です。はい。で、これまあね、注意点としては一応ね、まあ、基本的には弱強強を打つっていう意識でやる、打つんですけど、まあ、ちょっと打つの出遅れたなと思ったら、2個打ちに変えますね。弱強。あ、ちょっと打つの遅れたっていうのは、まあ、弱強の2発打ちに変えたりとか、臨機応変に打つのが大事ですね。はい。漆黒も臨機応変にするのが大事っていうのは他の動画で、説明しています。はい。よろしいでしょうか。はい。続きまして、もう難しい3パターン単発止め。はい。これ何かというと、その前にこのね、ガラスの仮面ね。ガラスの仮面、見ていただきましょうかね。はい。どうぞ。はい。ひねり3個打ちのガラスの仮面をご紹介します。まずはまあ打ちっぱなしにして、スルーを通してスルーに入ったら止めますね。はい。これもまあ、シンゴジラと同じかな。上に入ったら3個入るっていう感じですね。はい。
で弱強強で、はい、打っていきます、はい、でまあちょっと打つの遅れたなと思ったら2個にしたり、はい、まあ、あんまないですけどちょっと早く打っちゃったなと思ったら4個打ったりとかします。はい、3個打つ理由はまあ、そっちの方が入りやすいっていうのと、あとスルーが結構途切れちゃうことが多いんですよね。あの、ゴジラと違って。はい。なので、スルーを途切れさせないためにも、まあ、3個打ちで合わせていくという感じですね。はい。もう、今日という感じで打っていきます。はい。一応、手の動きを取りました。はい、ちょっと、撮影しながらだとね、ちょっとタイミングがずれちゃうんですけど、はい。頑張って打っていきます。今日という感じで打っていきます。はい、まあ、よくね、あとね、両手で打ってる人もいますけど、あの両片手で押さえてっていう感じで、あれは結構目立つんでね、まあ、僕は個人的にはやめた方がいいなというふうには思いますね。はい、じゃあ、今日って感じで打っていきます。はい、そんな感じで、まあ、やってみてください。リングの方が正直増えますね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、ガラスの仮面の留め打ち、見ていただきました。はい、最後、いきます。最後、難しい3パターン単発止め。はい、これ何かっていうと、冬ソナとか、あと、青龍2ですね。青龍2です。もうこれね、特に冬ソナは一番難しい止め打ちだと思います。はい。これもね、取ったんですけど、あのね、セグが左下にあって、電柱の動きがこっちであって、ちょっとね、ちょっと2つとも取れないんですよね。はい。なので、ちょっとお伝えするのは諦めるんですけど、ただもう、難しいですけど、もうめちゃくちゃ効果は絶大です。冬ソナね。あ、冬ソナの話。あれほど難しいんですけど、特に冬ソナが。はい。一回、まあ僕がね、あったのが、まあ、封鎖は基本的には4ラウンドメインなので、約400個の払い出しなんですけど、電柱のタイミングの合わせだけで、230、240ぐらいはまった時に、500個ぐらい増えたことがありましたね。普通に当たるよりも増えちゃうっていうね。はい。もうすごいですよね。はい。今の代でもうそうない感じです。はい。で、やっぱりね、これをね、もうマスターできれば、これね、上級者向けね、もう下は超上級者ですよ。上級者向け。もう何来ても怖くないっていう気持ちになります。これできるようになったら、はい。まあ、だんだんね、だからね、下に行けば行くほど、難易度は上がっていくんですけど、覚えたら効果は高いっていう、まあ、傾向にありますよね。はい。まあ、やってる人も少なくなるので、はい。そんな感じですね。はい、よろしいでしょうか。ガラスの仮面も今日お伝えしてますね。はい、という感じです。ということでね、最後に注意点とまとめお話ししていきたいなと思います。はい、ひねり打ちの講座でもお話ししたんですけど、やっぱりね、ホルコンって異常が出ることが結構多かったりするんですよね。はい、なのでまあね、ホルコンに気をつけて打った方がいいかなと思いますね。はい、特にね、なんだろうね、あの無双とかはもうね、ホルコンでね、結構要チェックされてることが多いですね。はい、なので、まあ、そういう台はちょっと抑えめに打ったりとかした方がいいかもしれないです。はい、あとまあ店員さんが後ろ通るときとか、はい、まあ、なるべくもう打ちっぱなしにしますね、大体。はい。とか、まあ、あと、角台は打たないですね、正直。もう、よっぽどじゃない限り、角台とか、まあ、角3ぐらいまでは、止め打ちしてってのも、もう、あまりよく思わないお店も多いわけですから、ひねり打ちの時もそうでしたけど、はい。なるべく打たないようにします。はい。よろしいでしょうか。はい。はい、ということでね、まあね、とは言うても、ですよ。とは言うても、やっぱりね、やんなきゃ、しっかりやんなきゃ勝てないですよ。実際、まあ、よっぽどの高回転を毎日打てるとかじゃない限りね。はい。なので、まあ、しっかり覚えていっていただけたらなと思います。はい。でね、まあ、台によっても違うっちゃ違うんですけど、まあ、同じメーカーの台だったら、まあ、打ち方がほぼ一緒だったりとかしたりとかするんですよね。まあ、そういうのも覚えたりとか、あとはまあ、例えばね、今日お話ししましたけど、無双でも、無双の319と、ライトは同じ動きです。はい、ただ、
アマデジは違う動き、はい、ミドルとかは、右5回左6回なんですけど、アマデジは右3回左4回とかです。はい、ただ白ケージはアマデジも、319も一緒とか、はい、そういうパターンがあるので、はい、まあ覚えておいた方がいいんだと思います。はい、まあ初めて打つぐらいね、初めて打つぐらいはまあね、ネットでよく見て、当たる前にね、当たる前にちゃんと見ておいて、あ、これはこうなんだなという感じでイメージしていただけたらなというふうに思います。はい、そんな感じでお話ししていきました。はい、何か質問とかございましたらコメント欄お書きいただけたらなと思います。はい、で今日お話しした止め打ちとね、右打ちの止め打ちまとめますよ。止め打ち、これ覚えていただいて、で前回か前々回にお話ししたひねり打ち、これも覚えていただいて、はい、あと通常時の打ち方ね、これも覚えていただければもう、あとはもう打ち方面はもうほぼ完璧と言っていいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じですね。よろしいでしょうか。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。